皆様大変長らくお待たせいたしました。これよりバッテン少女隊さんのトークショーを開催させていただきます。登場されましたら大きな拍手でお出迎えお願いします。本日司会を務めさせていただきます、サガン SSR 高橋良樹です。短い時間ではありますがよろしくお願いいたします。それでは登場していただきましょう。バッテン少女隊です。お願いします。アモイルラーです。よろしくお願いします。上田理子です。よろしくお願いします。柳美優です。よろしくお願いします。春野キーナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。トスのスタジアムに来られるのは初めてですか？初めてです。どうですか見て？いやもう、はい、その本当にこうスタジアム着いた瞬間から、はい、なんか緊張感がすごいドキドキしてきました。サッカーは？サッカーは、はい、みんな愛ちゃん結構見るか？本当ですか？全然マイク使ってます。大丈夫です。はい、サッカー好きでお兄ちゃんがサッカーしてるんですけど、はいはいはい、だから小さい頃からサッカー試合見に行ったりとかしてました。やったりもするんですか？いや、やるのは苦手です。見るのが好きです。そうなんですね。先日、はい、FM 福岡バッテン少女隊の、はい、FM バッテン放送局、はい、私と上田理子さんと、はい、2週連続でトークさせていただきましたが、ありがとうございました。はい、教えてバッテン先生聞かれた方おられますか？おお、もうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。僕は電話だったのでお会いするのは初めてなんです、はい、そうなんですよ、初めてなんですけど、話しやすくて本当に感謝しております。あ、本当ですか？いやいやいや、ありがとうございます。昨日も放送あって、はい、ちょっと高橋さんの、まあ、ちょっと現役時代のお話とか今のお話とかたくさんお聞きしてるので、はい、よかったら皆さんラジコなどで聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございます。8月21日にサマーソニックに出演されたと聞きましたけど、どうでしたか？どうでした？皆さんどうでした？すごい初めてのサマーソニーで、はい、なんだろう、初めて見てくださった方がすごい多くて、なんかいつもだったらペンライトが多く見えるんですけど、もう手がたくさん見えてそれがすごい嬉しかったし、一緒にたくさん踊れてすごい楽しい時間でした。あ、いいですね。あれですね、応援してくれてるファンの方が、はい、サッカーの場合はサポーターといって、うん、サガン鳥栖の場合はサガンティーノと名付けています。そうなんですか。隊員の皆さんやっぱりこうすごい盛り上げてくれるんですよね。はい、なのでちょっと、でももしかしたら、でもパワーでは負けてないと思うので、隊員さんも、あ、サガンティーノも負けてませんよ。ですよね。皆さん仲良くちょっと、ね、はい、盛り上げて一緒にやっていただけたらと思います。そうですね、よろしくお願いします。ライブとかもそうなんですけど、皆さんの力っていうのはすごいいただけて、それをパフォーマンスに出ると思うんですけども、はい、そうですよね。そうですね、やっぱりこう今声はなかなか出せない状況なんですけど、そうですね、はい、こうお顔が見えたりとか、そのもうそれこそライブ見に来てくださってる、それだけですごいパワーになるので、やっぱ選手もそうですか？そうですね、本当にやっぱサポーターの皆さんの後押しがあって、力を発揮できます。今日は特に福岡とのダービーマッチですので、はい、そうですね、そのやっぱサポーターの力は大きいかなと思います。これからキックオフ直前に歌唱をいただくということなんですけど、リハーサルされてどうでしたか？
いやー、もうまずやっぱスタジアムがめちゃくちゃ広いので、はい、私たちがどういかにこう来てくださってるというか皆さんに楽しんでいただけるかなっていうのを考えながら、ちょっと大変だったんですけどしっかりリハーサルしてきたので、はい、あの初めて見る方にもちょっと楽しんでいただけるようなパフォーマンスができたらなと思ってます。まあ、キックオフ直前にはまたサポーターが入って、はい、あの全然雰囲気がまた違うと思うんですけど、うん、あのライブ直前など緊張とかはされたりしますか？どうリラちゃん。でも結構そわそわしちゃいますけども、始まってしまえば楽しいんですけど、はい、やっぱり待ってる時間が長かったりするとそわそわするってなっちゃいます。何回やってもそれは変わらないですか？はい、結構そうですね、緊張するよね。しかもあの私たち今年からそのより九州のことを知っていこうっていう取り組みしてまして、はいはいはい、それぞれ個担当権があって、このリラちゃんが佐賀県担当なので、ありがとうございます、ありがとうございます。よりね、緊張しちゃうかな。そうなんです、今日佐賀県なんでちょっと気合い入れて頑張りたいと思います。ありがとうございます。まあ、ここでちょっとバッテン状態の皆さんの告知をありがとうございますしたいと思います。8月27日土曜日13時からララポート福岡で行われますイベント、ホリデーサマーパーク内で行われます。また10月19日水曜日ニューアルバム発売が決定いたしました。はい、ありがとうございます。おいさんをはじめとする先行シングルに加えて豪華クリエイターたちが集結し、はい、九州各県をイメージしたコンセプトに生み出された楽曲も楽曲によって流行られていますが、はい、アルバムの感想などどうですか？やっぱりその九州を拠点に活動しているからこそ歌える楽曲がたくさんあるので、そうですね、あのその九州の素晴らしさとか私たちの楽曲を通してたくさんの方に知っていただけたらなと思ってます。もちろん佐賀県のそうですね、もうぜひお楽しみにしていただいたらいいんじゃないかなと思います。いいですね。今日はユニフォーム皆さん、はい、ちょっと見てください、名前入りなんですよ。見えるかな、ちょっと今あれかもしれない。リラ、この前私たちの名前が入ったユニフォームなんです。ありがとうございます。めちゃ嬉しいです。もうめっちゃテンション上がりました。はい、嬉しい。皆さんはこれがサガントスのサポーター、サガンティーノということで、サガンティーノです。はい、嬉しい。やった、ありがとうございます。すごい嬉しい。本当にこう、まあ、サガントスもそうなんですけど、まあ、サッカーとやっぱ皆さんのコラボというのは僕対サガントスに非常に嬉しいですし、何か他になんか違う、なんですかね、種目だって競技とか団体さんとかとコラボとかってあるんですか？いや、でも本当にもうほぼほぼサガントスさんが初めてなので、最初ということでいいですか？はい、いいですか？いいですか？いいですか？こちらこそそうなんですよ。なのでちょっと少しでも盛り上げるお手伝いができたらなと思っております。はい、本当にこう隊員の皆さんもサガントスのファンになっていただけたらなと思いますし、サガントスの皆さんも、招待の皆さんのファンになっていただけたら嬉しいなと思いますので、今日の歌唱できっつりこう掴んでください。掴んで帰りたいと思います。その後にサガントスはしっかり勝利して、はい、皆さんで盛り上がっていきましょう。はい、はい、ぜひ。最後に11月26日土曜、中野サンプラザワンマンライブを開催しますので、はい、オフィシャルホームページをチェックしてください。お願いします。お願いします。サガントスホームゲームも、9月16日金曜日25周年マッチとして鹿島アントラス戦もありますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは最後にバッテンの皆さんから一言ぜひ皆さんに。はい、今日は佐賀県担当ということで、すごい何ですか、歌唱できるというかすごい嬉しいので、もういっぱいいっぱいたくさん盛り上げて、もう最高に盛り上げられるように一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。佐賀県の皆さんにもちょっとぜひ私たちのことを少しでも知っていただけたらなと思いますし、私たちもちょっとサガントスの応援しっかりたくさんして帰りたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、皆さんも、一つになって、歌唱もそうですし試合もやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これでバッテン消防隊の皆さんとの特徴を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、私たちバッテン消防隊ドーン、ありがとうございました。
からも動画疲れる動画も疲れるわおーすいません